中川さん、はい、抽出は泡を集めないのがコツである、はい、とあるんですけど、うん、これってどういう意味ですか？あの今日、一応解説をやったやつなんですけど、はい、多分言葉足らずで あんまりよくわかんないんだと思うんですよね。抽出は泡を集めないのがコツであるって、抽出ってお湯を差した時に、コーヒーの粉から炭酸ガスが出るんですけど、その炭酸ガスが出るっていうのは実を言うとものすごい細かい泡なんですよ。で、そのものすごい細かい泡というのは実を言うと浮力がほとんどないと思っていいんですね。どういうことかっていうと、浮力っていうのが悪さをするのはある程度の、量の空気になった時なんですよ。つまりある程度の空気になった時に初めてコーヒーの粉を動かすだけの力ができるわけで、泡っていうのが微小な泡の状態の場合は、粉を動かすだけの力がないんで、それ自体はそんなに、問題が起きないんですね。じゃあ泡が集まるっていうのはどういうことかっていうと、コーヒーの粉にお湯をかけてて、ある程度泡が自由に動ける状態、つまり、コーヒーを蒸らした時にガスが全部抜け切って、水蒸気が中に入り込むことは当然全てができるわけではないので、当然泡は残ってるわけだけど、その時に泡が集まり始める、つまり、お湯が多く刺された時にある程度自由に動ける状態ができると泡が集まり始めるんですね。で、泡が集まり始めると、浮力が強くなります。浮力が強くなるとコーヒーの粉を動かして、まあ噴火という現象を起こすわけですけど、その噴火という現象を起こすだけの力ができてしまうようにさせないためには、泡を集めない、つまり、泡が集まってこれないような水位を作ってやるっていうのが大体、コーヒーの抽出の、まあ、コツとなるわけですね。これが、何だったかな、抽出は、泡を集めないのがコツであるという意味合いでございました。そんな感じでよろしいでしょうか。はい、以上です。はい。